ビピース動画を見てくださっていつも本当にありがとうございます。今日の動画はなんと最近の毎日メイク久しぶりにやっていきたいと思います。今回の毎日メイクは2月ということでバレンタインを意識した茶系のメイクにしてみました。だけど春カラーたっぷりではないんだけどちょっと春っぽさも意識したちょっとアンニュイでニュアンスでベージュ系をたっぷり使ったようなミルクティーチョコベージュメイクみたいな感じになっております。こんな感じのね、今年のトレンドっぽいプリプリの唇とか、あとラインを引かなかったりとか、あと眉毛の描き方変えたりとか、涙袋もいつもと違ったりとか、あとチークの入れ方とか色とかも全部前の毎日メイクとすごく変わっているメイクになっておりますので、ぜひ皆さんも2月の、彼とのデートとか自分磨きのためのぜひ参考にしていただけるとすごく嬉しいです。また春のメイクはねまた別でもうピンクたっぷりみたいなメイクもまた紹介したいなと思っているので、ぜひ楽しんで最後まで見ていただけるとすごく嬉しいです。それでは最近の毎日メイクどうぞ。はい、ということで早速やっていきたいと思います。ちょっと最初にキュレルのこの化粧水塗ります。ケアはねしてるんだけど、ちょっとしてから若干時間が経ってるのでちょっとだけ保湿します。よし、ということでこちらのクレドポーボーテの下地 SPF25PA2+ 使っていきます。この下地はね前にアットコスメの購入品でみんなに紹介してからもう毎日使ってるんだけど、やっぱりこれ使うとねお肌がすごくふんわりするし柔らかいマシュマロっぽいお肌に仕上がるので、下地はもっぱらこれを使ってます。ちょっと出しすぎたかもしれない。出しすぎたっていう時はねそのまま首に塗っちゃいます。で、なんとなく指で広げたらロージーローザのこのスポンジにさっきのこのキュレルの化粧水をこうジューって染み込ませてこれで伸ばしていきます。最近はねこのロージーローザのね大きめの新しいスポンジすごい気に入ってて、もちもちしてて弾力がすごくあるからなのか、なんかねすごい私的に化粧水が良くて本当に密着ピタッてしてくれる。しかもこれにやっぱお化粧水をこう浸してからすると艶感が全然違う感じがする。めっちゃいい感じだぞ。はい、こんな感じ。そう、結構そのスポンジに水を含めるか含めないで仕上がりの艶感と保湿感めっちゃ変わってくるから、私はやっぱり水に浸したっていうよりお化粧水用のスプレーに浸したスポンジで下地のメイクするのがすごいうまくいきます。で、お次がジェルスチャートのこちらの下地使っていきます。カラーはピンクです。もうこの下地は絶対に必須。これぐらい取って、で、頬の高い位置ね、とおでこと顎と鼻、これを自分がハイライト仕込みたい位置にこんな感じで薄く広げていきます。私はこのね目頭からここのラインに全てハイライト塗りたいのでこういう感じで指で広げてます。で、おでこは真ん中をして、余ったので眉毛の上もこんな感じでシュッと塗ります。で、顎とお鼻、鼻筋ねと若干ここにも塗ります。てかね、さっきさここ眉毛さ剃ったらさめっちゃ切れちゃってさ、最悪。ちょっと赤いんですけどすいません。あとなんかここもプツってなんかできてる。どうした？はい、下地塗るとこんな感じ。で、お次はね、まだ試作品でちょっととある企画ってか、ちょっとなんか試作品みたいなのでクッションファンデのサンプルがあって、ちょっとなんですけど、このサンプルがめっちゃ良くて、最近このサンプルばっか使っちゃってる。まだ商品化されてないんですけど、この試供品を使います。ちょっとねまだみんなに言えないんだけど、これが無事商品化もしできたらちょっとまたみんなに告知するね。で、もう一回だけ染み込ませて、これがさ本当に少量でめっちゃカバーされてさ、しかも本当に厚塗り感なく超ツヤツヤに仕上がるんだよね。マジでこれ以外最近使えなくて、最近しかもね結構みんなに肌の調子めっちゃいいねって言われるんだけど、多分このクッションファンデだよねって話してるの。こんな感じ。やばくない？これが商品化無事されるかわからないんですけど、私個人的にはこれが良すぎるからサンプルがなくなった時に購入できないの困るので商品化したい気持ちで、最近はこの鼻の横ここにちょっと多めにファンデをのせてます。割とほうれい線とかここの基礎ラインのへこみがすごい気になるから、若干このね鼻の横のファンデーションに厚みを出すことでここら辺をふっくらと厚みのある肌に見せる。こんな感じで、
お次がちょっと眉毛と目の周りだけパウダーします。パウダーはこちらのキャンメイクの、マシュマロフィニッシュパウダーのピンクっぽいカラーを使っていきます。色味こんな感じでピンクとパープルの混ざったようなカラーになってます。これを眉毛の周りと目の周りにふんわりだけのせていきます。今回はねメイクのちょっと徹底解説になるからあんまり雑談とかはしてないんだけど、あ、ちなみに今つけてるこのカラコンはロアーのラブキャメルっていうカラーをつけてます。ちょっと今日はねベージュ系のメイクだったからキャメル系の色味にしました。でアイブロウはもうこれ私インスタでも TikTok でも激推ししてるアイブロウなんですけど、ケイトのアイブロウペンシルとアイブロウマスカラを使っていくんですけど、でこれカラーがね限定カラーなんですよ。動画出てる頃には売り切れちゃってるかもしれないんですけど、もしかしたらまだあるかもなんだけど、マジで超アンニュイなミュートカラーで、これで眉毛描くと本当にふんわりとした眉毛に仕上がってくれるんですよ。この眉マスの色味こんな感じで、これもね白みがかったイエローベージュって感じなんだけど、この2色使うと眉毛ね本当に綺麗にできるんですよ。描き方は私は最近はウォン先生のメイク動画一緒にやらせていただいてから眉毛は長く淡くみたいなところを意識して描いてて、なので今までこう眉尻あんま長くしてなかったんですけど、結構これぐらいまで長く最近はしてます。であんまり太くなりすぎないように細めアーチ状みたいな感じに描いてます。ウォン先生にその動画外でもすごいあなたはベビーフェイスですみたいな、だからもっとベビーフェイスを生かしたメイクをした方がいいでみたいなのを言っていただいて、あ、そうなんだみたいな、私ってベビーフェイスやったんやってそこで初めて知るっていう全然知らなかったから、なんかそのベビーフェイスを生かしたメイクを最近するようにしてて、そうするとなんか自分の顔のバランスがすごいいい感じな気がしてて、なんか日々学びだなと思うし、私のお顔をこう分析して結果をこう言っていただけるって本当にありがたいなって思ってました。もう先生ありがとうございます。で次がねこのアイブロウマスカラをしっかり目に塗ると、これね細かいやり方ね TikTok に動画出してるのでよかったら見てください。多分 YouTube ショートにも上がると思うからよかったらそれ見てほしい。今年このミュートカラーめっちゃトレンドだと思うな。なんかいろんなブランドさんが多分新作で出している気がする。こんな感じ。足しびれてきた、痛い。なんか眉頭はちょっと微妙いので眉頭ちょっとこう下から上に毛を生やすようにちょっとだけ描きます。このほんのちょっとがめっちゃ変わるんだよな。これやるだけで眉頭結構変わらない。でお次がチークを先に入れるんですけど、ちょっとこれウォン先生のねメイクで、ちょっとウォン先生のことばっか話して申し訳ないんですけど、絶対濃い色つけるなって言われてたじゃん。でも最近はチークは濃いめでリップ薄めが好きなの。ウォン先生メイクをねちょっとねもう全然活かしてない形で申し訳ないんですけど、ちょっともう今日は濃くさせてほしい。今回ミルクティーっぽい色味作りたいので、デイジークのこちらのチークのこのちょっとベージュちょっと茶色っぽいから、この2色を混ぜて鼻の横、目の下、ここに濃いめにのせます。この色めっちゃ可愛いからね、本当にね、見ててほしい。ここにトン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 ってトン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 、可愛い、やばいやばい、めっちゃ可愛いで、あんまり外に行きすぎないようにもここ単体にがっつりのしちゃいます。結構ね、濃いなって分かりやすいぐらいで大丈夫で、これ入れたらさっきのこのキャンメイクのパウダーを筆に取って、で若干ぼかします。境目をぼかすようなイメージで塗ります。はい、色味伝わるかな、こんな感じ。かわいい、これやばい。でお次にアイシャドウもこれで作っていくんですけど、ここの底見えしてる色でアイホール全体を囲って、ここのブラウンで目尻をちょっと塗っていくんですけど、まずここをね塗ります。目尻をベージュで囲うやつもちょっとコツがあって、まずはこんな感じで目全体をさっきの薄いカラーで塗って、うん、でそしたらこれもちょっとウォン先生からの学びなんだけど、このベージュ系のニュアンスで自分の二重、この二重がくっきりするぐらいに目尻に塗るの。こういう感じ、二重の線を綺麗に見せるぐらいのイメージでこうやって塗ります。なのであんまり塗りすぎない、塗るか塗らないかだったら塗った方が二重はっきりしてるよねってなるぐらいのニュアンスで塗ります。そしたら目をねこう薄くつぶった時にここだけやっぱ色入ってるっていうのが分かりやすくします。うん、こんな感じ。
そしてそしてリップラインを描いていくんですけど、私最近塗ってたリップラインってあのロム&のこれで塗ってたじゃないですか、この大好きなこのね。でもこのペンシルあのピンクベージュ系しか持ってなくって、今日塗るリップの色は結構ベージュ、本当に茶色って感じの色なので、唇のこの輪郭を描くのに普通のアイブロウを使っていきます。使うのがこのマキアージュのこの色とここ2色混ぜて使います。付属のチップで描いてもいいんですけど、ちょっと太すぎてはみ出しちゃいそうなので、このちょっとエチュードのパレットについてたこの筆の細い方で描いていきます。本当はねベージュ系なリップペンシルがあったらそれの方がいいんですけど、私持ってないのでちょっと上手い具合に茶系で描きます。そしたら下手い方でちょっとぼかし、上はこの山をねまずこういう感じで描いて、これ最初はね描きすぎじゃないって絶対なるんですけど、後から馴染むので見ててほしい。めっちゃ最初は変なんだよなこれ。なんとなくリップライン描いたら、このリップがめっちゃ可愛いのよ。ちょっと本当にみんなに紹介したい。このネイチャーリパブリックのハニーメルティングリップっていうリップのチャイミルクティーっていうカラーなんですけど、最近このノック式のさウルールリップトレンドじゃないですか。でネイリパのこれゲットしたんだけど、もう色味とウルールさえぐくて、この茶色さ絶対塗れないと思うじゃん。意外と塗ると馴染むし超ツヤツヤでプルプルになるの。この色味がねめちゃくちゃねバレンタインっぽくて可愛いのよ。見てて、あーめっちゃ可愛い、超フルフル、やばくない？上もオーバー目に塗ります。で指で若干周りを動かす。めっちゃ可愛くない？意外とさっきのさライン馴染んでない？こんな感じ、より引きで見るとこんな感じ、よりで見るとこんな感じ。このミルクティーベージュの感じめちゃくちゃおしゃれじゃない？私このリップが最近のなんかの超イチオシなんだけど。でこれで一旦ちょっとマスカラを塗るんだけど、マスカラはいつも通りウォンジョンヨを使いたい。これはいつも通りねウォンジョンヨのシアブラック。ちょっとねマスカラまでぼかしちゃうとね顔ボヤボヤになっちゃうから、割とちゃんと黒でここはビシッと決めたい。なんかマスカラさ薄いニュアンスのカラーでも可愛いんだけど、なんかなんやかんやいつも物足りなくなっちゃって、結局黒をつけることが最近多いかもしれない。マスカラもあんまり私ギャンギャンに上げすぎない方が似合うって言っていただいたんだけど、ちょっとまた最近上げちゃってて。でもなんかメイクってさいろんな気分があるじゃん。今日はめっちゃベビーフェイスで痛いっていう時と、ちょっと今日は攻めたメイクしたいみたいな感じの日があるから、このちょっと前にウォン先生のメイクを毎日してて、そこからちょっと変化したメイクしたいなと思ってウォン先生のメイク活かしつつ、まあ、ちょっとチーク濃くしたりとか、ちょっと自分なりにね研究して可愛いメイクを。でもそのベビーフェイスって言っていただいたからこそベビーフェイスになるように心がけてる。色をここには入れすぎないみたいなところはめっちゃ意識してると、すごいやっぱ顔が盛れるから、さすがだなって、本当にすごいなって思ってるウォン先生。うんうん、こんな感じ。ちょっとこう眉毛細くでもアーチ状に、でチークはここに濃いめ、よりで全体こんな感じ。でも全然まだ終わってないからここから。でお次がウォンジョンヨのこのメタルシャワーペンシルの04番リコッタピーチなんですけど、これを涙袋に塗ります。最近は涙袋にラメをキラキラのせるのあんましてなくって、目の印象がもともと結構強いからこそ印象強くしすぎるとなんかバランス悪いかなと思って、最近はこのメタルシャワーペンシルをうんって笑った時に出るとこにスッと塗って、うんな感じね。おお、こんな感じで、ちょっと指でぼかす、ぼかすっていうかねトン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 ってする感じかな、若干こうでして、でこのマキアージュのアイブロウのここ薄いところで涙袋の下のラインを描きます。で前にショーツかなんかのコメントにもたくさんいただいてて、涙袋のラインの描く位置がなんか不自然ってコメント来てたから、確かにと思って、自分のちゃんとした涙袋のここに最近は引くようにしてる。ここ、こうするじゃん、ここ、ここ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 、あんまり不自然にならないようにちゃんと笑った自分の涙袋を生かすようにしてる。でそのままこの目尻3分の1に若干影っぽい感じで入れていきたいので、さっきの色のこの部分、この色味を筆に取って目尻3分の1と若干二重のラストに塗ります。ここと二重の最後、うん、おー、いい感じ。そしてちょっとだけ唇に立体感を出すために内側にネイチャーリパブリックのこのリップのプラムワインっていうカラーなんだけど、これがね結構ね深みのある大人な
赤ブラウンっていう感じのカラーなんだけど、これちょっと入れすぎるとね印象変わっちゃうから内側だけにちょっと重ねます。ここにこうやってこっちもこんな感じ。可愛くない？これね絶対重ねた方が可愛いのよ。このネイチャーリパブリックのリップは私ほんと激推しで全色大好きなんだけど、なんせ重ねて使うのがほんとに可愛い。ほらちょっと深み出たでしょ。こんな感じ、なんかベビー感あるのにちょっとだけ大人みたいな。ほら見て、うん、このさチークの色味とリップとめっちゃ合ってない？どう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 、個人的にすごい可愛いメイクなんだけど。でちょっとさっきのマキアージュのねアイブロウでちょっと鼻先この濃度だけ入れて、コンシャドウはもうこの鼻の小鼻の先とかかと、あと鼻の下下にがっつり、私は陣地を短くしたいのでこの下をがっつり入れて、ここにもチョンって置きます。あでもねこのね唇の上塗りすぎるとねめっちゃ変になるから、必ずここには空白を開けるようにした方がめっちゃ綺麗。うんうん。でなんとハイライトは最近これに戻ってきました。じゃんこのセザンヌのフェイスグローカラー02番なんだけど、これもうさ底見えしてるんですよこれがね。なんだけど最近いろんなやつ使って最終的に戻ってきちゃったの。懐かしい、多分3ヶ月半年前ぐらいにすっごいハマってたやつなんだけど、やっぱこのハイライト最高って思って戻ってきました。これ頬の高い位置に塗るのと目頭からスッで、おでこと鼻先鼻根、顎、眉毛の上、眉毛の上はここのおでこの中心とつなげるイメージで、ここ塗ったらつなげるイメージ。うん、いいね。え、ちょっと一旦ヘアセットとかする前にもこの完成形をみんなに寄りで見せようかな。まあ、ポイントは眉毛は淡くふわっとミュートカラーでまとめて、太くなりすぎずに眉尻をこうちょっと下げるような感じでベビーフェイスに近づけました。でアイシャドウ薄い色味を重ねて重ねて若干影作るぐらいで、でチークと同じカラーで塗ってます。でチークをこのね鼻の横にここまで入れてちょっと濃いめに入れるのが最近の気分。あと唇はネイチャーリパブリックのブーブルリップを2色重ねて塗るのに最近ハマってる。あとは涙袋にはラメを塗らない、メタルシャワーのああいうちょっとツヤっとした感じのものだけを塗るっていう感じのメイクが完成しました。本当に可愛く仕上がったので、最近私はこれが毎日メイクだし、春までの間にまあちょっとブラウンとかこっくりしすぎずに春っぽさもありつつトレンドっぽいミュートからちょっとねグレッシュなカラーでまとめたようなカラーメイクになっております。ということでヘアメイク全部仕上げてきます。じゃん、ヘアメイクセットしてきました。こんな感じです。どうでしょうか。最近私はちょっとおでこ出すのにねハマっているので、ちょっとデコ出しでゆるっとお団子してちょっとバレンタインっぽくブラウンのこんな感じのリボンつけたりとかしてみました。まあこんな感じでピンクっぽい春っぽいっていうよりかはちょっと自分の中でも最近のトレンドのミュートカラーとかアンニュイな感じのねミルクティーベージュっぽいメイクをしてみました。ぜひ皆さんも参考にしてもらえると嬉しいです。ちょっと本当に最近のねこのメイクお気に入りで、個人的にはこのネイリパのリップが本当に可愛くてマジでお気に入りだから、ちょっとみんなにぜひこれ参考にしてほしい。本当に本当に本当に可愛いの。個人的にはこの紹介したチャイミルクティーとプラムワインって色好きなんだけど、他のカラーもねめちゃくちゃ可愛いから、ちょっとまた TikTok で紹介しているのでよかったらそちらご覧ください。ということで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録まだしてないよっていう方がいらっしゃったらぜひチャンネル登録ボタンポチッとお願いいたします。各 SNS もやっているのでぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いします。ピュス、バイバイ、ピピしちゃん、巻きもちです。ピリケでございました。みんな気づいた？このトップスさ、めっちゃ昔にリルで作ったスウェットを引っ張り出してきました。なんかこのミルクティーベージュっぽいかなって思って引っ張り出してきたんですけど、めっちゃ可愛くない？これワンショルダーになってる恐れたっぷりした超あざといデート向けのスウェットをもう多分2年前ぐらいに作ったんですけど、それを久々に引っ張り出してきたんだけど今日のメイクにぴったり。やっぱこのセット天才だわって自分で思ってる。めちゃくちゃ可愛くて、このメイクめっちゃ可愛いと思うんだけど、みんなどう？本当に自信作なんですよ私。ちょっともう最後だから言うけど、本当にめちゃくちゃ可愛いメイクに仕上がったと思います。スプリットメイクになっております。ということでこの動画が上がってる頃は、お2月の3日ってことはもう次の週にはバレンタインですね。わお。なのでみんなこれこのメイクしてぜひバレンタイン過ごしてくれたら嬉しいな。
あ、この映画配信される頃にはまだルミネポップアップ中だ。ルミネポップアップが明日で終わります。2月の4日まで新宿ルミネ2でリルアンビションポップアップを行っているので、明日までまだ営業しているので、お近くの方はね、ぜひ立ち寄っていただけると嬉しいです。リルの春の新作たくさん準備しているのでお待ちしております。みんな明日もももち出勤しているので、ぜひ会おうね。じゃあねー、バイバーイ。